クロップ監督が香川の反転力を絶賛。彼の鋭いターンが我々の試合運びを優位にしてくれる。ドルトムントのユルゲン・クロップ監督が16日の欧州チャンピオンズリーグ初戦アーセナル戦を前に英国メディアのインタビューでミッドフィルダー香川真司の反転力を絶賛している。AU 監視ロンドンイブニングスタンダードが報じている。マンチェスターユナイテッドにいた香川と再び契約しました。しかも彼はデビュー戦でゴールを決めています。彼の復帰はどれほど嬉しいですか。この質問に対し出戻りの司令塔を超愛する監督は、真司がここに戻ってくれて本当に嬉しいよ。彼の狭い局面での鋭いターンが我々の試合運びを優位にしてくれると分析している。香川の持ち味であるトラップ後の一瞬の反転、そしてドリブルに移行する鋭い仕掛けを指揮官は絶賛。フライブルク戦でも香川は随所でその長所を披露し、攻撃をスピードアップさせる効果をもたらした。ネット上のファンはそうなんだよな、香川より強い人や得点した人はたくさんいるけど、香川みたいに華麗なスタイルはなかなかいないと思うんだ。バレリーナのようなターンから小柄で華奢なのにしなやかで強い。香川のターンのプレー見るとワクワクする。クロップ監督とのコンビも嬉しくなる。背中のプーマのラゴが可愛い。黄色と黒の感じがいい。と香川の評価に喜びの声を綴っていました。